北口安藤駅は大阪府柏原市安藤町にある近畿日本鉄道大阪線の駅である。駅番号は d 十七。なお、1932年1月に亀の瀬トンネルの崩壊で国有鉄道関西本線の柏原王子駅間が運休となった際は、同年6月から12月まで柏原駅より南方900メートルの関西本線上に当駅と、 隣接して、柏らかり乗降場が設置され、同時に、下田駅で、和歌山線と接続して、大気線を用いて、関西本線の代替輸送が行われていた。相対式2面2線のホームを持つ、地上駅で、京上駅舎を有する。改札口は1カ所のみ、ホーム有工場は6両。1999年12月に出入り口を、南西、南東、 北西の3カ所に持つ、京城駅舎になった。京城海前の駅舎は、上り線ホームの山と八木寄りにあり、反対側の下り線ホームへは、構内踏切を渡る必要があった。近鉄や大駅管理の有人駅で、ピタパー以降か対応の自動改札機及び、自動生産機が設置されている。近年における、当駅の1日乗降人員の調査結果は、以下の通り、 柏原市役所に、柏原市市内循環バス、きらめき号の市役所前停留所が設置されている。ありがとうございます。